選手入場。さあこれから今日このゼップ東京大会で試合を行う全日本プロレスの選手入場となります。武藤さん、今日はカードが発表されてないんですよね。あ、そうなんですか。だから今日これから出てくる選手の姿を見て誰が出るのかというの、はい、正直言って俺事前にね何も知らされてないから。あ、そうなんですか。本当に今日この解説だけしに来てるから、はい、はい、まあ我々もこのサムネ TV のスタッフも今回全くわからない状態で、はい、ライブを楽しむという感覚でこの中京席ついておりますけども、ただ雰囲気はかっこいいね。いいね。そうですね。なかなかご覧ください、この花道で、はい、また音楽もやっぱ一味違いますね、はい、さあまずは宮本勝志。さあそして大阪選手です。武藤さん、どうですか、はい、今入場してまいりましたけども、選手たちの表情を見て。いや、意外とリラックスしてるんじゃないですか。あ、はい、リラックスしてると思いますか、はい、どうですか試合前とか、まあ、武藤さん選手の方々も多少は会話されたと思いますけども。いや、あんまりしてないですよ。してないですか、はいはい、どのような思いでこのコラボのベイブスタープロレスリング臨もうとしているのか、表情から見るとやはり百戦錬磨のプロレスラーたち落ち着いた表情を見せております。この T シャツもかっこいいですね。そうですね、この T シャツは今回のために作られた T シャツですね。これ市販されてるんですか。いや、おそらく今日この会場のみになるんじゃないでしょうか、はい、さあそしてですね、武藤さん、はい、いつの間にかこのリング上の黒幕が取り払われていまして、はいはい、このいわゆるベイプでおなじみの鴨柄といいますか、カモフラージュ柄のリング、はい、お目見えになりましたが、どうですか。いや、一番最初のきっかけは、はい、ニゴさんがあの このリング、この色のリングを作りたいって言ってまして、そこから始まった興行ですからね、これイベントですから。いわゆる迷彩のリングを作りたいという、はいはい、このような色で、いわゆる迷彩でおそらくプロレスをするのは初めて。ただ中にはレスラー戸惑うやつもいるんじゃないですかね。どういうところに戸惑いが出ると思いますか。やっぱり視覚で目に入ってくるから。あ、うん、距離感とか。そうでしょうね、いつもやってるリングと違いますからね、はい、ただそんなものは何全部ねカバーして自分でそれを全部、そんなことみんな条件一緒ですからね。あ、なるほど、そうですよね、さあ荒谷選手入場し、そして嵐選手も入場してまいりました。そして今度は永井光也、はい、さあそして今選手入場の、セレモニーが行われておりますが、解説席の方にアメイシングエイププロデューサー2号さんがやってまいりました。リング上ではカズ林、お、いい顔してるんじゃない。いい顔してますね、カズ林。2号さん、お疲れ様です。お疲れ様です。2号さん、どうでした。あ、まず初めにしましてということで、はい、私実況の村田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、どうでしたか。客入れの時に DJ というものを今回プロレスの興行でやられて。いや、なんかいつもと違った感じで。あ、はい、すごいですね。気持ちよくできた。バッチリです。あ、それは良かったです。まあ、いわゆるクラブにおける DJ とはまた違ったシチュエーションじゃないですか。そうですね、徐々にお客さんが入ってくるという状況でやりながら、はい、このプロレスファンも入ってくるというシチュエーションで、はい、何か心境的には。なんか二号さん、これ誰、二号さん、これ誰ですか。これ二号さん、これエイプマンですね。これがエイプマン。この男がエイプマンですか。これが二号さんがデザインしたマスクなんですか。そうです。あ、いいね、かっこいいね。ミステリアスな雰囲気ですね。まあ、エイプマンと銘打ってるからには何かそういうエイプの雰囲気があるのかと思いきや、コンセプトは何なんですか、このエイプマンのマスクデザイン。ちょっとおしゃれな。あ、おしゃれな。あ、そして安城陽次。さあこれで全選手、いや最後にあの男が残っている。お、
小島。来ました、小島さとし。このベイプスタープロレスリング2号室とともに立ち会えたもう一人の立役者であります。本日は全力プロレスベイプスタープロレスリングに全部東京大会にご来場誠にありがとうございます。試合に先立ちまして小島さとし選手よりご来場のお客様に一言ご挨拶がございます。まともに言えるかな。本日はベイプスタープロレスリングにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ミスター2号を率いるエイプの熱いパワーとこれからの全日本プロレスを支えていく我々の熱いエネルギーとのコラボレーションイベント、ごゆっくりお楽しみください。それでは原曲いきたいと思います。ベイプスタープロレスリング決めました。6月9日、ゼップ東京、ベイプスタープロレスリング、ベイスエイプ&全日本プロレスリングのコラボレーション、これから始まります。実況は私、村田春夫、そして解説的には武藤圭司、そしてベイスエイプ教授さん2号、お越しいただいております。これから第1試合、トリプルスレッドマッチ、30分、一本勝負。始まる音しております。さあ武藤さん、はいはい、トリプルスレッドマッチっていうのはなかなか難しい試合形式ですよね。これよく知らねえんだよこれ。あ、そうなんですか。初めて見るよこれ。どうなったらいいの。3人全員このリング上で戦いまして、これ3人でバトルロイヤルと一緒だよね。そうですね、そういうことですよね。はい、先にいわゆるギブアップおよびフォール奪ったものの勝ち抜けという形になりますね。あ、勝ち抜けなんですか。勝ち抜けと言いますか、一人勝ちということになりますね。でそれで試合終了ですか。終了です、はい。ああ、そういうことですか。ですからいわゆるタッグマッチともシングルマッチとも違う、また違ったタクティクスが必要になってくる試合形式となりますね。あ、これはやはりそうだよね、3人しかいないんだもんね。4人じゃないもんね。そうなんですよ、だから京都早くそのコンビを見せた者の勝ちですよね。まあ、逆に言ったら保坂が一番この中で一番ちょっと実力があるかなっていう部分もありますからね。武藤さんからはそう見ますか。はい、はい、さあ第1試合、夢の第1試合がこれから始まります。さあ二号さん、はい、まあ、今回このいわゆるコラボレーションとしての興行でありますから、はい、まあ、プロレスファンかなり今回ゼップ東京に集まっていると思うんですよ、はい、でなかなかプロレスファンにとってはやはりこのベイスインエイプというものは初めて聞くかもしれない。何言ってるんですか、この中で一番プロレスファンこの人ですよ。まあそうらしいですね、そうお聞きしておりますけども。大好きです、まあぜひ2号さんの口の方から言葉の方でいわゆるそのベイスインエイプというものを簡単にご説明していただきたいんですけども。何ですかね、それ一番難しいですね。あ、そうですか。いわゆるただいわゆる服を作っている T シャツを販売しているだけのものではないですよね。そのいわゆる DJ をやられたり、いわゆるその音楽の方にもやってらっしゃいますけども、はい、そうですね、なんかエイプっていうそのくくりの中で、はい、まあ、レコードを作ったりとか、はい、服作ったりとかいろいろやってます。あ、なるほど、はい、いわゆるその、まあ、我々にとってはその T シャツというものが有名ではありますけども、はい、その T シャツにデザインされているエイプマークというものがまずありきという形で、はいはい、そうですね、そこから服に限らずいろんなものをプロデュースしていくという、はい、で今回初めてこのプロレス、どうですか、まあ、2号さんにとってはまあプロレスファンとお聞きしてますけども、夢が叶ったという感じですか。叶いました。あ、おかげさまで、武藤さんのおかげで、しかも隣にもう武藤さんがこのように解説にいるという形で。まずはこのトリプルスレッドマッチ、まだ今の段階では3人が3人とも敵という形ですが、土方龍司の方が多少追い込まれている展開でしょうか。さあここまでの展開見て武藤さん、はい、選手の表情をご覧になって
いや意外とリラックスしてますね。大事な第一試合、ええ、ただこれ難しい試合ですよね、これね。そうなんですよね、ロックアップから入っていきます。穂坂秀樹と土方龍二、あ、タッチが成立しました。どうやらこの控えのコーナーはタッチで成立するみたいですね。バトルロイヤルとは多少違った形となります。違いますね、この3人いたらいけないってことですね。そうですね、あくまでもリング上は1対1のシングルマッチ。まあ、タッチするタイミングとか難しいですよね、このトリプルスレッドというのは。さあ、熱い戦いがこのリング上、宮本和志と穂坂秀樹、腕の取り合い、リストの取り合いから入っていきます。じっくりと試合を組み立てようという展開でしょうか。まあ、武藤さん、この穂坂選手、はい、このようにいわゆるアンカー型に近い体型をしてますけども、はい、グランドテクニックしっかりとしたものを持ってますよね。あと体型の割には飛び道具も持ってますよね、はい。まあ、簡単なことでオールラウンドプレイヤーというそうですね、はいはい、はい。まあ、しかしこの全日本プロレス生え抜き第1号としてこの宮本和志、数々の修羅場をくぐってきております。バックを取りますが、これは投げきれない。コーナーで土方選手が宮本選手に激を飛ばしてますね。これは土方選手の、ああ、川さんだ。ああ、危ない。これ3人全員でエスケープです。さあ、今レフリーがブレイクを諭しますが、おっと、勢いに駆られて3人とも吹き飛ばされてしまいました。あ、今宮本が大阪をジャーマンで投げ切りますが、これはワンカウント。さあ、このベイプスタープロレスリング、ベイプと全日本の夢のコラボレーション始まりましたけども、まあ、先ほど武藤さんの方から少し出ましたけども、はい、そもそもは、このサムライ TV で放送されているプロレスの砦、はい、そこにいわゆる二号さんがゲストとしていらっしゃった。そうですね、その時から全てが始まったとお聞きしたんですけども、はい、このまさしくこの色のリングを作ってほしかったんですよね。その、はい、プロレスの砦の番組ではどのような話をされて、いわゆるきっかけを作ったんですか。いやリング作りたいって言うから OK で、もうそのままスムーズに、はい、ああ、リングを作りたい、あの夢ですね。あ、はい、番組の最後に、はい、そのゲストの方の夢を聞くコーナーありますよね、はい、そこで、はい、で僕が迷彩のリング作りたい、あ、迷彩のリングを作りたいということで、はい、一瞬で叶ってしまいました。ただ二号さん、これ一回作ったらこのまま捨てるのもったいないから、これなんとかイベント成功させてまた繰り返してやりたいですね。まあ、とりあえずこの開催するところまではいわゆるこじつけたわけですから、この結果次第によっては、まあ噂によりますと、いわゆるこの ZEP 東京に始まって、 ZEP というものは全国各地にあるんですよね。そうですね、もうそんなの噂で流れてんの、情報早いな、これがもしかすると今日限りではなく第1回第2回という形でもしかすると行われるかもしれませんので、コーナーに振っていきます。多少試合が動いてきましたが、おお、フランケンシュタイナー、土方の足が危なかったですね今。そうですね、この体型で見事なフランケンシュタイナーを繰り出してまいります穂坂秀樹。さあ、このように敵と味方が目まぐるしく入れ替わるのがこのトリプルスレッドマッチの面白いところであります。結局これ3人入り乱れて試合してますよね。はい、あー、ものすごい音です、後頭部。揉めております。キレのいいドロップキック、これは穂坂休んでた方がいいですね。そうですね、これは穂坂選手にとってはチャンスですね、はい、うまく宮本選手と土方選手が潰し合ってくれれば。おお、スイングスリーパー、このエイプカムのリング上で宮本和志のスイングスリーパー渦を巻いております。カウントは2。さあ、そして話戻りますけども、そのプロレスの砦では他にどのようなお話をなさったんですか。いや、いろいろ俺が二号さんをもう
いろいろ改造者も解剖しましたよ。解剖したんですか、はい、武藤さんから見たその解剖の結果、二号さんというのは、いや、なんかもう空気みたいな人です空気みたいな人ですか。まあその中でいわゆるその二号さんがプロレスファンだということがその明らかになったということでしょうけども、はい、二号さんかなりのヘビーなプロレスファンとお聞きしましたけども、一応一通り、はい、もうご覧になって、そして話を言いますとファイティング TV 侍が常に二号さんのつきっぱなしという形で、あ、そうなんですか、はい、大変だったっすね。もしかするとプロレスの趣旨においてはこの中で誰、この3人の中で誰よりもあるかもしれませんよあ、今いいエルボーが保坂に入りました。どうですか武藤さん、今のこの展開見て、はい、誰が一番、まだ何とも言えないですね、何とも言えないですか、うんうん、あ、佐賀さん抑え込みです、このタイミング、あ、その差、あ、これで終わりなんですか、これで終わりなんですかね、はい、え、なるほど、はは、なるほど、まあ、いわゆる公開で見方に取ったのは保坂選手、その後にいわゆる金ボタで土方選手がジャックナイフでホールを取ろうとしたんですけども、レフリーが認めませんでしたね。ああ、そういうことですか。悪いことはできません土方隆二、しかしこれ敗れた宮本にとっては悔しいですよね。テクニックを持っています、ハイドブカズ、そのスーパーヘビー級の体は注目であります。アラヤン信孝、キレのいい動きを信条としております。奥村信也、そして最近成長著しい本間智明。武藤さん、このタッグマッチ、はい、どうですか、若手と言ってもよろしいんでしょうか。ただ荒谷とかね、平井とかはキャリア長いですからね、はい、そうですよね、まあ、しかし表情を見ますとフレッシュな雰囲気が特にこの本間奥村組なんか見えますけども、そうですね、やっぱり日頃の鍛錬してるのを 見たいですね。あ、どうですか、その先ほどもお話ししましたけども、いわゆるこの全日本プロレスにおける武藤さんから下の世代といいますか、はい、今日まさにこのリング上で、そうですね、頑張ってほしいですね、戦いを見せる者たちですけども、はいはい、まあ、最近の武藤さんの言葉によりますと、その差がありすぎるという かなり辛辣な言葉、まあ武藤さんから下の世代のそのいわゆる今リング上で戦いを繰り広げているこの4名も挙げられると思うんですけども、いいね、先走ってんね、いいね、その差というものがどこら辺まで埋められるかというのは、やはり武藤さんから見てまだ脅威ではないですか、この世代は。え、そんなことはないですけどね、そうですねそうですか、まだまだ俺の息には来てないかなという、どっしり腰を据えてこいつらの攻撃は胸を出して受けられるなという、まだそういう余裕というものは感じられますか、武藤さんの。というか、いいプロレスをしてもそれだけではならないこともありますからね。あ、はい、そうですね、プロレスは本当に難しい、はい、という言葉を武藤さんから聞きますけども、はい、ただリング上で相手を叩き潰して3カウントホール取るだけではないですからね。そうですね、はい、特にそういったいわゆる組み立ての面、そしてその観客へのアピールというものに関しては、今日このいわゆるベイプスターのプロレスリングではいい機会なんじゃないですか、こういう若い選手とか、まあ、こういう変化っていうものにどう対応できるかっていうのを、はい、一応脳みそ使いますからね、きっとね。二号さんはどうですか、その自分のデザインしたこの今リング上で、はい、全日本の選手がこのような戦いをしているというのを今目の当たりにしていやー、もう、おー、生入ったぞ、うわうわ、強烈な
仁王さんからしてみれば特にこういうものが見たいというものはあるんですか、はい、このプロレスル今日のリング上でこんな戦いが見たいなとか。いや、出てくるものって言ったら変ですが、もう全部あ普段のこの全日本プロレスというものをこのリング上で展開してほしいと、はい、仁王さんはね許容範囲が広くてね、何でも受け入れてくれるんですよ。あ、そうなんですか。何でもいわゆるこのプロレスという世界はかなり幅広く見てらっしゃるという話ですからね。いや、もうインディーも見るし、何でもメジャーも見るし、じゃあかなりこのいわゆるプロレス眼といいますか、プロレスを見る目というものはかなり鋭いものを持ってらっしゃるんですか、仁王さんは。いや、そんなことないと思うんですけどね。どうですか、武藤、仁王さんのいわゆるそのプロレスに対するスタンスというものはどういう感じなんですか。スタンス、見て楽しむ、見て楽しむという、そうですね、純粋に、まあ、いろんなプロレスファンの中でストレス発散のためとか、はい、嫌なことがあってもプロレスを見て忘れられるとか、さまざまな目的を持ってプロレスファンってプロレスを見てるじゃないですか、仁王さんにとってのプロレスというのはどういう位置づけになってるんですかね、生活の中で。ただ単に本当にエンジョイする、エンジョイ、はい、でやっぱり生で見るのが一番素晴らしいです ね、 そうですよね、試合っていうのは。いわゆるテレビではプロレスというものはよく、放送されていますけれども、生で見たファンの方でいわゆる一番驚くのはですね、このぶつかり合いの音だって言いますよね。いわゆるボディースラム一つにとってみても、このリング上でいわゆる受け身バンプを取る音で皆さんびっくりされるみたいですね。そういう部分で言ったらこの4人は合格してますね。あ、重いそういう攻めを信条としてますからね。そうですね。綺麗なドロップキック、カウントは1で返していきます。一旦間合いを空けました。平井、これは手四つの体勢、力比べを嫌ったのは奥村の方、すかさずカニバサミで平井からテイクダウンを奪っていきます。顔面を締めると見せかけて狙いはチョークか。今は本間とタッチ、立ち上げが早いのは本間奥黒組の方か。いや、しかし武藤さん、はい、この本間今日は気合入ってますね。いや、本間だけじゃなくみんな気合入ってますよ。わあ、このいわゆる、まあ、単純に張り手ですけども、本間選手にとって平井選手は先輩レスラーじゃないですか、はい、張るっていうのは勇気いることらしいですよね。危ない危ない、エスカレートしすぎてる。あ、そうですね、熱くなりすぎて今レフリーを投げ飛ばしてしまいました。レスラー、これ場外気をつけてもらわないと困るな、これ。そうですね、まあ、場外戦はプロレスの醍醐味ではありますけども、うん、あっ、鉄柱攻撃。しかし、まあ、今日、仁王さん、はい、いわゆる初めてプロレスを見に来る方も多いと思うんですよね。お二方に聞きたいんですけども、どうですか、間近で見るプロレスの魅力といいますか、今、武藤さんがちょっと場外の話をしましたけども、はい、この至近距離でレスラーを目撃する方も初めての方多いんじゃないですかね。その迫力というものいや、感じ取ってもらうしかないですからね。あー、危ない。さあ、これは2カウントで返していきますが、ほんま飛ばしすぎたかな。あ、感情が先に行ってしまうと、はい、逆に疲れてしまうという状況もありますよね。そうですね、おっと、コーナーに控えている奥村をキック一発、分断作戦に成功でありますか。ボディスラム、そしてエルボー、これはワンで返していきます。いや、今の荒谷選手のボディスラム、エルボー、どれも重かったですけども、ほんま疲れてきたね。かなりスタミナロスしていますか。はい、ロブに行ってスパインバスター、そのままボストンクラブの体勢。いや、しかしなんとかプッシュアップでこれを耐えたいところではありますが、これ武藤さん、リング中央だけにね、なんとかして逃げれるな。ニアロープにしたいですね。今張っていきました。
今サードロープに手がかかります。これでブレイクとなります。相手側の選手はほんまいいね、表情とかなんかすべていいね。やはりこのお客さんに伝わるという意味で、はい、表情というものは非常に重要になってくるんじゃないですかね。重要ですよ、はい、表情豊かな選手はブレスさんに徐々に人気が浸透してきていますが、やはり気持ちというものをダイレクトに伝えることができますからね。そうですね、どうですか武藤さんもやはりその表情というものはかなり意識しますか。いや俺はいやそんなかなりもうカウントは2、思わず奥村がカットに入りました。ただこのまま攻められてたらやばいですね。そうですね、これなんとかして流れ変えたいんですが、どうですかね、この状況で本間選手はどのような打開策を。あーこれは遊ばれてる、遊ばれてる、タッチすると見せかけて、まあ普段のこの全日本プロレスのリング上でもいわゆる奥村選手とこの荒谷選手、今コーナー控えにいる奥村選手とチョークスラムに捉えた荒谷選手、ライバル意識むき出しで試合してますからね。さあこのままカウントは2。俺意外とねこの荒谷だけは勝ってるんですよ。あ、そうなんですか、うん、どういうところに。いや体も大きいし、ええ、うん、キャリアもいいし、この運動神経いいからね、はい、うん、そうそうですよね、この巨体でムーンサルト打ちますからね。カウンター2、まあ武藤さん何回もその荒谷選手とは肌を合わせていると思いますけども、はい、やっぱ戦ってみた印象でそういう、まあ器用ですからね、ええ、うん、さあこれも2です。荒谷あたりがね、はい、太陽ケアとかの小島、はい、もっとこう突き上げてくれればね、いいんですけどね。今はまあどちらかといえば太陽ケア選手が若手の中で一歩抜けてるというイメージがありますけども、はい、その存在を脅かすような、あー強烈なラリアット、カウンターで打ち込んでいった、カウンター2。いや、2号さん、今のラリアット、強烈でしたね。強烈ですね、2号さんはこの今、リング上で戦い狂えている4名のレスラー、はい、一番お気に入りのレスラーは僕、本間選手。あ、本間選手ですか。はい、あの前の団体の時。ああ、はい、そうですね、インディーで自分の体をこれでもかというぐらい痛めつけてきた本間智明選手、この黄金のバットで今、プロレスを体いっぱいで体感しております。リング上が荒れてまいりました。なんとか奥村がタッチを受けて八面六臂の大暴れ。武藤さん、この奥村選手の印象というのはどういう感じますか。はい、いや、いいですよ。ただなんていうのかな、目立ったものがあまりにもなんかないというか、あ、器用にこなすけど、そうですね、はい、何でもいわゆるできてしまうようなイメージがありますけども、はいはい、あ、これはローブロー。あっと、やってないと荒谷はしらばっくれました。まあレフリーが見ていなかったのでしょう。いや、奥村持ち物だけ大きいからね。そうなんですか、何の持ち物かはあえて詮索しないでおきましょう。バックに待ってジャマンスープレックスホールド、カウンター2。ニホさん、本間とかは昔その違った団体のってこと変わってます今。そうですね、なんか昔の方が僕が言うのもなんなんですけど、結構生き生きしてたの。どうですか、武藤さんはこの全日本に入ってからの本間さん、本間選手しか知らないからね。二号さんの目にはまだやはりあの頃の本間選手の魅力がまだ出てないかなと。そう、そんなことないんですけど、もっともっと上を目指して、はい、いただきたいと。でも本間選手は今すごい上を見てますよね、武藤さん。見てると思いますよ、なんか先ほどおっしゃったその表情から見ても、この全日本プロレスでのし上がってやろうっていうのが欲が。ただこの全日本プロレスとなるとまだ体がね、中途半端なんですよね。大きくもなくちっちゃくもなく、そうですよね、ちょうど一番バランス悪いところにいますよね。バランスは取れているんですけど、ポジション的にバランスが悪いと、
ヘビーではちょっとちっちゃすぎるし、ジュニアだとちょっと大きいかなっていう。あ、まあ、そうですよね。全日本プロレスは今場外でブレンバスターを投げたこの荒谷選手、そしてなんといっても外人選手が豊富ですので、そうですね、スーパーヘビー級の、はい、大きいですからねみんな、そのスーパーヘビー級に対抗していくにはちょっとまだ体が、はい、さあ場外戦で今度は奥村がしこたま痛めつけられております。このエイプカモのリング上、荒谷と平井がいいようにこの本間と奥村のコンビを痛めっております。しかしこの荒谷選手というのは表情がふてぶてしくなりましたね。こういうふうに圧倒的に攻める時のこの荒谷選手の表情の怖さというものは感じますね。苦しいな表情を浮かべております奥村。タッチワークが早くなってまいりました。平井の浮かずに今タッチ。さあ武藤さん、この平井選手今、はい、渋さをまさに渋い攻撃コブラツイスト、どうですかこの平井選手の印象というのは武藤さんから見て。多分彼が一番あのキャリア豊富なんですよね。ええ、そうですね、うん、だから本間とか奥村やっぱり彼あたりが一番最初の壁でしょうね。あ、壁という存在、はい、まずはこの平井選手の壁を破らないと上に上がれないかなと。そうですね、まあ、逆にこの平井選手が、まあ、そのいわゆる若手の壁であり続けるということもまた重要なんですかね。もっと上に来る選手なんですかね。で平井もその壁で終わることは良くないですよね、やはりもっともっとそのいわゆってみれば三冠とか、はい、世界タッグに絡んできてほしい存在ですよね、はい、まあどちらかといえばその確かなテクニックばかりが注目されて、なかなか力強さというものがファンに伝わってこないところがありますけども、どうなんですかね。テクニックは申し分ないと思うんですけども、こう日本人同士でやってる時にはまだ見劣りしないけど、外人全日本の場合でかいですからね。あ、そうですね。スティーブ・ウィリアムスも、スティーブ・ウィリアムスをはじめとしてね、本当にスーパーヘビー級が、あ、なんという本場の破天荒なカットワーク。あ、奥村が捕服してなんとかタッチを求めますが、これは荒谷に止められました。タグマッチの場合、この双方の赤と青のコーナーにあるタッチロープを握っていなければタッチは成立しません。平井がエルボー、ちょっと攻め込まれるシーンが多くなってまいりました。おっと、レックブリーカードロップ。やはりこのようなカウンター攻撃に活路を見出したか、本間が入ってまいりました。さて本間はここから何を見せてくれるか。そうですね、エルボー、そしてフェイスクラッシャー。流れるような攻撃、あのフェイスクラッシャーは武藤さん仕込みですか。いや別に俺仕込んでもないですか、うん、ミサイルキック。さあカウントは2カウント。さあリング上でこの満員のお客さんにアピールしますが、荒谷のカットに入られてしまいました。これはやはり本間戦況が見えてなかった荒谷の介入を許し、トップロープからのなだらしきブレンバスター、これはきつい。返せるか、2カウント。いや今のはきつかったんじゃないですか。今腰打ったね、腰、ね、本間の応援する人多いね。そうですね、黄色い声援が多いですね。羨ましいな。何言ってるんですか、武藤さんだってもうファンたくさんいるじゃないですか。武藤、でも武藤さんはあれですよね、いわゆる男性のファンと女性のファンというかバランスよく男性のファンと女性のファンがいらっしゃいますよね。分かんない、自分では分かんないですよ。どうですか、やはり武藤さんリング上で試合してて声援というものはよく耳に入ってきますか。入ってくるときと入ってこないときとかありますよね。意外とヤジとか入ってきますよね。ヤジは、はい、ヤジはよく耳に通ると、はい、どうですか、男性のファンののぶとい応援と、はい、女性ファンの黄色い応援、どっちが気になります。あの野郎俺の真似した。手が、シャイニングウィザード、
そして俺お金もらわなきゃダメだこれエクスプロイダー、そしてアレがラリアット、すさまじいコンセルトが今リング上で繰り広げられました。お、いいぞ、いけ、あのアレに対して本間がラリアットぶっ倒していった、カウント、ツー、いい試合だ、いや素晴らしいですね。基本的にね、俺の技盗んだらね、俺1万円取ることしてるんだから、あとから徴収するよ、使用料があるんですか、うん、いやでも今日本全国このプロレスではシャイニングウィザード大流行なので、1ヶ月で武藤さん大金持ちになってしまいますねさあラリアットを貸して手継ぎ、平井が入ってまいりました。まさに先ほどのこのリング上でのフィニッシュホールドの40層はまさにプロレスという醍醐味が濃縮されていました。よく見ていた奥村、厳密には反則ではありますが分断という形においては効果的であります。いい試合だよ。そうですね、これはでも武藤さん、奥村は本番組勝機ですね、これ。そうだね、一気に持っていきたいですね。お、何を見せる、おー、ツークロトン、なんだよ、下手くそだな、これは強烈、さあ、カウントツー、今のは肩車式のネックブリーカー、今ほんま やばくなかった今、俺今四角になって見えなかったんだけど、危険な角度で双方落ちていきましたけどもね、うん、エルボー、全身を使っていきます、うわーすごいラリアット、さあ片エビ2、いやーシーソーゲームであります。本間は勝利を確信したか、捕まった、あーこのまま後頭部をしたたか打ち捨てられた本間、一気に動きが止まりました。うわー急角度バックドロップ、 このまま沈むか本間、武藤さん返しましたよ、今のは決まったよ、決まったと思いました、ね、ダメだな、ほんまダメだもん、あ返したはいいけども、うん、この後が、うん、あ大丈夫か、これは後頭部直撃、うん、奥村がカット、2号さん、これがプロレスの醍醐味ですね、素晴らしいですね、しかし荒谷がムーソルタかボディスラム、そして平井が脇に固めてムーンサルトプレス、月面水爆、荒谷1万円、俺の技1万円、そうですよ、ムーンサルトも武藤さんの技ですからね、中盤の本間選手のシャイニングウィザード、この試合だけで武藤さんの懐に2万円が入ってまいりましたいやしかし武藤さん、はい、いい素晴らしい試合だったですね、いい試合だったですね、はい、はい、やはりその最後ポイントとなったのは孤立してしまった本間選手、やっぱりキャリアだろうな、キャリアですか、うん、ただ本間も奥村も良かったですよ、良かったですか、はい、井上さんどうでしたか今のタッグマッチ、いや素晴らしいです、空回しする時ありますけどね、ええ、ただ今日俺に入った情報でね、ええ、嵐、はい、足首なんていうのかな、細菌が入っちゃってね、なんかねすげえ腫れてるらしいですね、あ負傷を抱えてるんですか、もしかしたら欠場かとか、さっきそんなようなぐらいのこと言ってましたね、いやでもちょっと心配ですね、そうですね心配ですね、でも嵐選手はいわゆる前回行われたチャンピオンカーニバルで
大怪我起こったじゃないですか、コブを作って。あ、そうだっけ、覚えてないけど。川田選手のエルボーを額に食らってものすごいコブを作って、しばらく包帯が取れないほどの重傷を負ったんですけども、チャンピオンカーニバル全部踏破しましたからね。怪我には強いというところはあるんですかね。ただ体重あるからね、足となるとね。あ、体重を支えている足ということで、はいはい、まあ、武藤さんもいわゆるその怪我に関してはかなり長く付き合っていると言いますか。そうですね、どうなんですか、やはり怪我をしたらしたで自分でそういう頭の中で分かった上でレスリングをするというものが重要なんですかね。怪我をしたなりのレスリングというものはあるんですか。怪我だけしょうがないですもんね。しょうがない。俺なんか膝悪いけど、もうなんていうのかな、一生付き合ってやろうかっていうぐらいの気持ちでいますからね。あ、それはある意味覚悟と言いますか、はい、もうプロレスのマット上で例えば壊れてしまってもそれはしょうがないという、そう、それだけの覚悟を持って上がってるということですか。そこまでか、まあしょうがないですよね。しょうがない、もうしょうがないの一言。以前あのマスコミで、あの足一本ぐらいくれてやるっていうようなコメントしたことあるけど、はい、もうなんか日本になりつつあるからね。いやしかし、まあプロレスというものは怪我はつきものですけども、はい、これ嵐がね万全だったらね面白い試合なんだけどね。嵐どうなのかな。まあ、嵐選手のコンディションがどのぐらいかというのに勝ってくるんじゃないでしょうか。しかしこの嵐選手というのはでかいですよね。ですね、で器用ですからね。そうなんですよね。まあ元そのいわゆる角界にからのキャリアを持ってますから、この嵐選手首の強さ、そしてその当たりの強さというものは、おっと、その当たりの強さを紹介しようと思ったんですけども、その上を行く永井選手のミドルキック、キックを得意にする選手だけにこの岩のような嵐を得意のキックで粉砕していこうという展開でしょうか。いや、永井のキックに対して嵐は張り手で圧倒しましたよ。すでに開始約2分ぐらいにしてこの嵐の怖さというものが、先ほどあの練習風景であの長いちょっと見てたんだけど、あのタイツって隠れてて分かんないけどね、はい、いつの足もすごい筋肉だったですね。あ、やはりその筋肉があの破壊力のあるキックを生み出しているという、はい、2号さんどうですか、そのキックを主体にする選手とこの嵐選手のようにどっしり構えた選手、どちらがタイプですか。どちらも。あ、どちらも、はい、まあ、こういう意味言ってみればいわゆるキッカーシューターとどっしりと構えるタイプのこういう戦いというものは見ていて面白いですよね。そうですね、うわー、すごいパワー。足痛めた、足痛めてる。あー、やはり、今のパワーボムで2人分の体重が足首にかかってしまったために多少嵐選手が消化症を気にする素振りを見せました。しかしあのパワーボム一発で永井もかなりのスタミナロス、下高後頭部、あー膝です。あー、そして、あ、これは厳しい。あー、すぐにタップ。いや、これねしょうがないもん。しょうがないですか。まあ、武藤さんの解説がなければ何事かという場面でしたけども、ただそれを何お客に何分からせようとしなかった嵐っていうのも、なんとなく意地を感じましたね。いいですね、自分の足首に負傷を抱えていながらも、あの決して軽くはない長いを高々と抱えたパワーボム、嵐ここにあるというものをしっかりと植え捨てたのではないでしょうか。いや、二号さん、しかし万全の嵐選手見たかったですね。そうですね、
フェイシングエイプと全日本プロレスのコラボレーション、フェイクスタープロレスリング、そろそろ佳境に入ってまいりました。仮面の知能犯剣道家臣、そしてその後ろから宇野薫。おお、これ武藤さん家臣のテーマ曲ですよ。え、おそらくこの後カズ林が入場してくると思われますが、 X、 カズ林のパートナーが X になっていますが、なぜ家臣のテーマ曲。さあこの男がカズ林、そして今そのパートナーの X の入場をちらっと振り返る形で待っていましたが、あれ藤さんじゃないですか今の。あ、藤正信であります。全日本プロレスの重鎮、ジュニアの重鎮、藤正信。剣道家臣が全日本入りしてからはこの淵正信と剣道家臣の構想は凄まじいものがありましたが、これ武藤さん隣にいるのこれ家臣じゃないですか。このマスクマンすげえ体いいよ。果たしてこの家臣は、いやー、そのマスクで表情は隠されていますが、武藤さんがご指摘した通りその肉体はかなり鍛え上げられているという印象を持ちます。この謎の家臣、本日の審査員の高橋さんに一方向のご礼です。どうもご覧になってくださいと宇野香織、宇野香織が、あ、宇野さんの指定じゃないか。3万円、あ、今のは3万円ですか。いや、1万円、3万円目、そして剣道家臣、ミスタープロベル、さあ今なんとコールされたんでしょうか。俺聞こえなかったな、ミスタープロブレム、プロブレム、プロブレム、ミスタープロブレム。これも二号さんの差し金かな。あ、なんか怪しいですね。まあおそらくこのプロブレムというのは剣道家臣選手のテーマ曲に最初にプロブレムという、ね、一言が入ってます。まあこの剣道家臣選手はいわゆるマット界でも問題児とされています。常に波乱を巻き起こしている剣道家臣、その家臣の問題児ぶりをプロブレムという名前で皮肉ったのでありましょうか。明らかにこれ武藤さん、はい、プロブレムは家臣を意識してますね。やはりそうですね、で藤さんがついてるっていうのもミソですよね。そうですね。さあミスタープロブレムと剣道家臣がこれからファーストコンタクト。あ、これは2号さん2号さんならお分かりですよね、はい、この握手がどういう意味を持っているのか。これいつもなら剣道家臣が対戦相手にこのように試合開始とともに握手を求めてすかすという、今日逆にやられましたね、ミスタープロブレムに。ただ家臣とカズの絡みも見たいよね。そうですね。あら、あ、なんだ見たい。そして宇野薫ですよ。これ二号さん、この宇野薫選手のロングタイツっていうのは初めてになるですよね。若干俺と似てますね。そうですね、タイツのあの模様とかね、意識 してますよね、かなり、そうですよね。おー、鋭いハイテック、思わずカズ林も場外にエスケープ、それに対して上がってこいとアピールをする。しかし、あ、タイツにこれエイプの柄とそしてエイプの文字が入ってますけども、これも2号さんデザインされたんですか。いや、これ宇野くん本人が、あ、ええ、宇野選手本人がセンスいいの、すごい綺麗にプリントされてそうですね。さあこちらのこのエイプの文字が入っている宇野薫自らがデザインしたと言われてますこのロングタイツ。
この宇野香織、格闘技の分野ではその名を知らしめております。さあ、ブロックの体勢、いい動きしてるね、いい動きしてる。掴んだら一気に決めていくという宇野香織。最近ではあのアメリカの UFC アルティメットファイティングチャンピオンシップにミドル級では宇野選手全米でも人気集めてますからね。実は3日ぐらい前は俺のプロレスを取るゲストだったんですよ。あ、そうなんですか。どのようなお話をされたんですか。いやもうプライベートなことですね。プライベートなこと、はい、何か注目発言とかありました。あら、このミスタープロブレムはとにかく剣道家臣をおちょくることだけに神経を集中しているのでしょうか。家臣の鋭いエルボースマッシュ。ああ、さすがに家臣が切れました。これ、二号さん、普段ならね、家臣選手が切れさせる相手ですよね。珍しく今日、自分が切れてますね。さあ、俺の相手は俺だと、お前の相手は俺だと言わんばかりに、カズ林が、あ、これはいけませんよ。マスクに手をかいております。おー、そしてハリステ状態の歌詞に対してドロップキック。ただこのまま行ったって数は良しスタミナ切れちゃいますよね、一人でずっとやってるからね。ああ、そうですね、うん、やはりタッグマッチならではのそのタッチワークを見せて効果的に やっぱり攻撃を加えたいですよね、うん、ああ、これ噛みついてますね。そしておっと、宇野香織と剣道家臣のこれも夢のコラボレーションであります。フライングメイヤーからスリーパーホールド。どうですか武藤さん、この宇野香織のプロレスの動きというものは、はい、いいねいいね、このまま全日本にスカウトしたいね。もう武藤選手の目がキラキラ輝いてますよね。欲しいという顔も可愛い顔してるね、もう女性にも大変人気のあるこの宇野選手。バックドロップ、これ宇野選手はやはりこういう技は受け慣れてないですからね、はい、一気にスタミナをロスしてしまう可能性がありますね。ただカズだってスタミナロスしちゃうよ、もう一人でやってるからロ、ーンバトルが続いてます。ローリングソバット、いい動きだね、スピードがあります、いや、この剣道家臣と宇野香織のタッチワークはスムーズですね。いいね、コミュニケーションはうまく取れています。何かとこの剣道家臣というのはいわゆるタッグパートナーと問題を起こすことが多いんですけども、今日はあ今 レフリー見てなかった、見てな、フェイントをかけて思わず見てなかったのかもしれませんね。そしてストレッチ、グランドのコブラツイスト。なんだかんだ言って偽家臣一回も出てないですよね。まだ出てないですよね、さあやはり武藤さんのご指摘の通りカズ林がローンバトル続いております。そしてサーフボードストレッチ、あ、出た出た、今ミスタープロブレムが重いキックを腰に。いや、二号さん、ミスタープロブレムキック鋭いですね。そうですね、今のカットを一つに見ても重いキック打っていきました。だから決して弱いわけじゃないっていうのだけ分かりますよね。そうですよね、まあこの肉体そしてこのコーナーに控えてみても足が太いですね。やはりこの先ほどの長い三谷に負けないぐらいの足の太さを誇っております。いい、ああ逆水平、宇野香織が逆水平を受けている。いやーすごい、そしてボディスラム、お、これはツームストーンパイルドライバーの体勢ですか。あー垂直にこのエイプカモのリングマットに宇野香織が垂直に打ちつけられました。ツームストーンパイルドライバー2本目墓石落とし、まさに墓石のように宇野香織が、あ、出ました、初めて出た、ストンピング、切れ味鋭いストンピング、
あ、初めてだよ。ええ、このミスタープログレムが一体どのような実力を持っているのか、これではっきりします。ラフですね。あ、武藤さんすぐ変わっちゃいましたこれ。どうもまだ判断できねえな。まだ武藤さんの目から見てもこのミスタープログレムの実力のほどは判断不可能という。おお、ハイキックをかわしてミドルキックをキャッチ、エッジ切り。やはりこのノカオルいいね、スピードが素晴らしいですね。そして剣道家臣ミドルキック。何か今日このタッグマッチ剣道家臣が一番目立ってないんじゃないですか。いけませんねこの状況。家臣やられっぱなしです。ミスタープロブレムにすっかりペースを狂わされたか剣道家臣。しかし逆にこの沈黙っぷりが恐ろしい。あ、蹴り、どうですか武藤さん今の蹴り。なかなか、あ、飛びつきの腕十字、これはうまい、これはうまい。飛びつきの腕十字を仕掛けていきますが、すかさず和林がカット。お、この体勢はダブルエース4。いきなりフィニッシュホールドを出してまいりました。誰が権利あるんですか今。誰が権利あるんでしょうね。ああ、今これ放送する前、宇野カオルをこの二号さんの目の前で鉄柵に打ち捨ててまいりました和林。あ、しかしリング上ではミスタープロブレムが家臣に仲間割れだよ、仲間割れ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 でしょこれ。そうですね、同じマスクかぶってるから分かんなくなっちゃうよ。そうですよ、あの茶色い方が偽物です。いや、これどういうことですか。俺も全然、あ、仲間割れ、見事なコルバタン。そしておっとミスタープロブレムが突き押すいて腕しい。あああれ、いや、本物の本物が出ました。本物が出ましたよ、本物が出たの、本物が出ました。腕飛びつき腕しい十字固め、打ちた打ちた。そして淵場頼む、え、本物が出たの今は。はい、剣道家臣がミスタープロビレムからタップアウトまで。いやー、羽賀一夢です。積年の恨みを果たすか。え、今本物が負けてんの。本物が取られましたね。あ、しかし怒ったのは宇野カオルとカズハヤシ。ああ、なんと宇野カオルが突き出してストッピング。いや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 、収拾がつかなかったリング上ではありますけど、あれ本物どこ行ったの。本物は早々と帰りましたね。もう帰っちゃったの。福選手のキックを食らって解散してしまいましたが、さあそしてリング上ではカズ林と宇野薫。これは、あ、今カズ林がマイクを持ちました。マイク持たねえ方がいい、あんまりシャレの聞いたこと言えねえからな、カズは持たない方がいい、やめとけやめとけ。おい、見せかしてる。お前の正体は誰だろうね。何じゃねえか。お父さんの予想通り。そんなの俺にとってはどうやっていいんだよ。それより言うかよ。俺は全日本プロレスでチャンピオンになる。だから君もね、UFC、その世界でチャンピオンになってね。その時に、シングルで戦おう。いやー、カズ林からのラブコール、これに対して宇野カオルのガッチリアクシュ。要するにカズ林選手はこの全日本プロレスで剣道家臣が持っている世界ジュニアのベルトを奪い、そして
宇野カオルはアルペットファイティングチャンピオンシップで見事8月か9月行くらしいですね。そうですね、あ、なんか行きましたね。そこでチャンピオンになった暁にはこのマット上で再び雌雄を決しようというカズ林からのラブコール。6月9日ベイブスタープロレスリング in ZEP 東京、早くもメインイベント。 ZEP 東京には何か間違いな音楽が今流れておりますが、この曲はプロレスファンにはもうおなじみ、グランドニワのテーマ曲。姿を現しましたグランナには、カニをモチーフにしたマスクマン。そして今日今宵グランナにはのパートナーとなるのは、あ、これエイプマン？エイプマンです。はい、おっと、これニモさん考えた曲ですか？はい。いいですね。The Ape Manがまず先に入場となります。この日のためにニモさんが温めてきたという The Ape Man。入場テーマ曲もニモ氏による曲。プロレス界においては数々の通り名を持っている男、ある時はミスター 200%、 そして今ミスターグッドマン、安城陽次。さあ武藤さん、小島選手ですよ、はい、最後ですね、どういう姿で現れるか。ここは皆さん注目であります。あ、ベイセンゲープロデューサー二号氏とともに、このベイプスタープロレスリングを共に付き合いできた全日本プロレス小島さとし、これから入場であります。小島選手シンプルに入ってきましたね。そうですね。グランナニワ。さあ、グランナニワ。安城陽次。人を食った表情をしております。この安城陽次。そしてエイプからの試着、ジ・エイプマン。小島さとし。そしてこの男が小島さとしであります。そしてこの試合を裁くのは全日本のレフリー、和田恭平レフリーであります。なんかさっき安城の曲とかこの空間になんかすごいマッチした曲だったんで、そうですね、実は安城選手の入場テーマ曲がマッチしたという、まあその前が何は選手のテーマ曲でしたからね、さらにその対比が浮き彫りになりました。さあ、そしてこの男はエイプマン。ニモさん、このエイプマンは謎なんですか、はい、全く。
謎ですね。謎、はい、とりあえず2号さんがこのマスクとコスチュームをデザインしたという、はい、ことになってますよね、はい、これはやはり星ですか、スター、はい、あのベープスターですね。ベープスター、いやーてっきり私はエンジンが出てくるのかと思ったんですけども、どのような、あ、ちょっと仕草はロックアップから入っていきました。さあ当初の予定では小島選手の話によりますと、二号さん、あのサルカニ合戦になるだろうから何話を用意したっておっしゃったんですけども、一応エープマンなんで猿なんですか。猿なんですか、はい、いやマスクはかぶっていますけど、その仕草は猿ということ。エープマンは猿、今回小島選手が特別にブッキングし、そして2号さんがデザインをしたという、はい、ただ動きだけはいいですね、さすが猿、エンジンじゃないんですね、猿なんですね。そして猿カニ合戦というコンセプトを打ち出すために小島選手が対戦相手としてグランなにわ選手を選んだと、ということは、まあ、サルカニ合戦の通りになるんでしたらなにわ選手が負けてしまうことになってしまいますけども、このマット上ではどのような結果が待っているのでしょうか。なかなか小気味のいい動きを見せます。技術だけはいいね、うん、なかなか。さあそして今度は逆にリストを取っていたのはグランナニワの方、おお、バッテンからリストを取ってアームホイップで投げていきます。大丈夫か、和田恭平レフェリーがカニ大丈夫かと聞いておりますが、常にリングネームで呼ばれていませんグランナニワ。そしてエルボー、さすがにカチンときたのか、一気に攻めが厳しくなってまいりました。キッチャーをやろう。ああ、怒っております。おお、カウンターのキック、あーっと、何を見せる。お、これは面白い入り方の、あ、ボストングラブから、これはカンパーナ釣り金固め。あー、そしてまさに釣り金よろしく、コーナーマットに頭を打ち捨てております。これは武藤さん屈辱ですね、グランダには。そしてトリッキーな動き、トリッキーな攻撃、キレのあるドロップキック、これは2号さん、この資格はかなりの実力者ですね。実力者といいますか、実力猿ですか。そうですね、よくこのような人材ならぬ冤罪を発掘してきましたね。小島選手が、はい、いや実は俺中身知ってんだけどね。いや中身は猿なんじゃないんですか。まあ猿ですね、いやでも動きにキレがありますし、まあ体格から見るとジュニアクラスということになりますね。武藤さん、ニコさん、あんなマスクあんなに粗末にしてますよ。やはりかなり気に入らないんじゃないでしょうかね、このサルサルって注目されてカニとしては。さあなにわが、おっと、さっと飛び乗って、おお、なだれ式のスロイダー。危ない、これ狭いからね、普通の怪獣。おお、そしてノータッチのプランチャー。これ武藤さん、今トップロープをダイレクトでジャンプしていきましたよね。いや普段よりね、このフェースまで狭いから、はい、すごい気になったんですけど大丈夫だったかな。でもそれを計算に入れてうまく飛びましたね。そうだよね、きっとね、いや二号さん、さすがにエイプマンだけあって身軽ですね。いいですね、実際にファイトを見るのは二号さん、これエイプマン初めてなんですよね、はい、エイプマンのファイトを見るのは今日が初めてです。ここまでできる猿だったとは。さあそして小島さとし、そして安城陽次。さあこのヘビー級同士の戦いとなりました。安城と小島、先ほどのエイプマンとなにわの絡みとは違った展開がリング上で繰り広げられております。
リストを取っていきますが、サードロープに手をつかみブレイクを要求しますが、アンジョはなかなか離しません。いや、アンジョ選手の言葉からクリーンに行こうという言葉が出てくるとは思いませんでしたが、あっとレフリーのブラインドをついてのこれはパンチ攻撃、2リフト。これ武藤さん、このアンジョ選手というのは、はい、うまいと言いますか、ずるいと言いますか。いや基本的にね、あの基礎っていうかもうレスリングうまいですからね、でもそのなんて言いますか、裏技と言いますか、レフリーの見えないところで結構悪さするんですよね、このレスラー。バックハンドチョップに対しては裏剣で対抗、アンジョエルボー、テイクダウンを奪っていきます。そしてゼ・エイプマン、ツープラトンのレッグスプリット、また先であります。おーっと、サマーソルトキック。いやー二号さん、今のサマーソルト、二号さん、馬鹿にされてますよ。そうですよ、エイプを侮辱してますよ、この安城洋次は。まあしかし武藤さん、この安城選手のこういう動きに格下するとペースに乗せられちゃうんですよね、この安城選手。そうですね、ただ今の猿のモノマネうまかったね、年季入ってましたね、さあ再びザ・エイプマンとグラン・ナニワ、サルカニ合戦の様相を呈しております。あー出ました、カニ歩きからのエルボー。あーっと、ナニワもバカにしております。おー、そして多少強引な入りではありますが、腕式十字固め、猿の手を折ってしまおうというグラン・ナニワ。しかし逆に捕獲されたのはナニワの方。これは、あ、これ安城選手が何かちょっかいを出そうとしてるんですね。タッチワークが早くなってまいりました。グラン・ナニワと安城洋次、エイプマン攻め込まれております。やはりちょっと体重軽そうですからね、武藤さん。そうですね、相手の力を利用したドロップキック、差し物安城も面食らったという表情をしておりますが、しかしこのように組まれてしまうときついですね、武藤さん。そうですね、あとマスクに慣れてないとね、視界が、多分呼吸もやはり普段と違ってしづらい。そうですね、まあメッシュが入っていて視界は確保されているのですが、やはり裸眼に比べたらどうしても。そうですね、あとちょっと止血してますかね、ジ・エイプマン。あ、そうですか、唇のあたりを切ったのでありましょうか。マスクにかぶれてその表情を待てを伺い知ることはできませんが、しかし、まあ、しかし2号さん、このエイプマンの活躍が、まあ、2号さんがエイプからの試着と目打った以上、頑張ってもらわないといけませんから ね、 そうですね、エイプの威信をかけて戦っているのと当然ですよね、はい、それをこの安城洋次におちょくられてしまっては、あ、ベーシングエイプとしても見逃せない展開となっております。ただ観客、エイプマン、エイプマンって今そうですね、声かけてますよね、しかも女性の声ですね、早速女性人気高いですね、エイプマン。そこら辺やはりその、なにわ選手もやはり黄色い線が多いので多少頭に来てるところがあるかもしれませんね。あ、今なにわという男性からの応援の声が聞こえたでありましょうか、グランなにわ。このブレインバスター合戦、どちらが制するか。さあ、どちらの声援が打ち勝ったのか、エイプマンだ。
一回小島繋いだほうがいいね。そうですね、お互い体力の消耗激しいですからね。あ、しかしやはりタッグワークにおいてはこの安城なにわ組が一枚上手という展開であります。あ、激を飛ばした後ミドルキック。コーナーに振られて、おっと顎のあたりにヒットしました。しかしエイプンは確かにこれがありますからね。カニ歩きからのエルボードロップ。まあ小島選手もまっすぐな気持ちを打ち出すレスラーなので、こういう安城選手のおちょくり作戦に簡単に引っかかってしまいますからね。これなんかレスラーの喋る声がこの観客に響くっていうのはこの興行のなんか今発見したんですけど、なんか面白いところですよね。そうですね、ダイレクトに伝わりますからね。まあ、ニホさん、やはりこのゼップ東京ライブ、普段はライブをやるのが多い会場ですから、音響もしっかり整ってますからね。普段のプロレス会場よりかはこのリング上のレスラーの声がお客さんに届きやすいというところがあります。さあ小島さとし、今まで好き放題やってきたこの安城なにわに対してその怒りをぶつけております。よし、もうプロレスファンにはおなじみ、いっちゃうぞバカ野郎からのエルボードロップ。もうお客さんの声がすごくて小島選手の肉声がほとんど聞こえなかったですね。たまにあいつ自分で声出してない時ありますからね。そうなんですか。お客さんの時にやらせておいて口パクなんですか。はい、小島と安城のエルボーの打ち合い、やはり打ち勝っているのは小島の方。合わせてミドルキック、そしてアッパー200、カニのフライングボディープレス、そのままカウントは2。いや、やはりこのジ・エイプマン、まだ全日本マット初出場ということで、小島とのタッグワークが不確かなものがあります。そこをついております、安城&グラン・ナニワ。あ、そしてグランドクロス200、変形足4の字。お、そしてグラン・ナニワも、これは跳ね降りがためでしょうか。小島今日負けるわけいかねえだろ。そうですよね。今サードロープに手が届きました。二号さんも複雑なんじゃないですかね。やはりこうやって小島選手と二号、ジエイパマン攻められっぱなしじゃないですか。そうですね、何か連携技とかあるんですかね、ジエイプマンと小島選手。4万円。今今宵4万円目が武藤選手の懐に飛び込んでまいりました。ドラゴンスクリューで1万円であります。そしてコシコシカッター、安城の首を刈り取ってまいりました。そしてジ・エイプマン、スタミナは回復したか。あー、しかしカウンターのなにわの円錐切り、おー、ディティ切り返していきます。うわ、今の鋭かったな。カニ味噌が出てしまうかと。カニ味噌脳天からそのような強烈なディティ、しかし飛びついて、先ほど宇野カオルが見せたような技を、ああ、待っていたのはストロークブロック。今膝大丈夫かよ、それ。なんという回転。お返
足のスイング DDT。 この DDT 決まった。あ、危ない。わー、ヘブラン2カウント。15分経過。いや、しかしかわされましたけど、先ほどの技凄ましいですね。あ、さあリング上どんどん見切りながら小島のラリアット、安城たまらず場外にエスケープ、そしてジ・エイプマンとグランマニオのトップロックからのネックブリーカードラップ、そのままスリーカウント。2号さん、はい、エイプマンが取りましたよ。2号さん、すごいですね。2号さんもまず驚きの表情を見せておりますけども、武藤さん、最後のあの技は、いや、初めて見る技ですね。トップロープからのネックブリカーですね。ネックブリカーですよね。この日のために温存しといたのでしょうか。いや、試合が終わってみれば小島選手がエイプマンに花を持たせたという感じですかね。うん、だけどエイプマンも実力者ですよ。そうですね、実力は確かですね、はい、そしてあのフィニッシュにはならなかったですけども、いわゆるキリモミ式のボディープレスですか、はい、あの一発はもし何話に決まっていればあれで3カウントだったでしょう。今勝ち名乗りを受けます小島聡とザ・エイプマン。そして小島聡マイクを持ちます。本日はどうもありがとうございました。ワールドカップの日にわざわざお越しくださいまして、どうもありがとうございました。次またもう一回やれるときがあれば見たいぞバカ野郎、おい見たいぞバカ野郎、おい見たいぞバカ野郎、おい俺もやりすぎたバカ野郎、どうもありがとうございました。まさに小島選手らしいマイクアピールでした。さあ、これでメインイベントが終了いたしました。2号さん、はい、さあ、これでコラボレーションベイクスタープロレスリング、はい、メインまで終了いたしましたが、はい、どうですか、エイプと全日本のコラボは。いや、バッチリですね。武藤さん、どうでしょう。いや、正直言って試合は思った以上にみんな良かったですよね、はい、うん、まあさ、その試合前に武藤さんがおっしゃったように、このシチュエーションにおけるいわゆるレスリング、プロレスというものはうまく表現されていましたかね。武藤さんの目から見てなんか良かったんじゃないですか、うん、ぜひまたやりたいですよね、いやもう武藤さんも解説席にいながらもう目を輝かして一ファンのようにこのリングショーの展開を見ていましたけども、この武藤さんのこのキラキラした目と笑顔が成功の何よりの証拠という感じがしますけども、いやー良かったですよ。良かったですか、はい、次は武藤さん、はい、自分がこのエイプカモのリング上に上がってみたいなとか、いや、そういうのは次も俺こうやって解説していたい。二号さんはどうですか、次武藤さん上がるようなことがあれば。そうですね、次あったらぜひ武藤さんをプロデュースしてみたいとか、そういうのはありますか、二号さん。いや、恐れ多くて。二号さん、サシャだってゼップツアー行きますか。あ、ね、いいですか。ね、行きましょうよ。俺なんか盛り上がってたでしょ。そうですね、俺この仕事をやってたからね、周りの反応全然気にできなかったけど、どうだったんですかね。いや、もうすっかりお客さんも盛り上がっていましたけども、いや、しかし成功と言ってよろしいですよね、日本さん。俺はそう思いますけどね。大成功、はいはい、手応えは感じましたか。いいんじゃないですか、はいはいはい、なるほど。さあ、まあ、今武藤さんからゴーサインが出ましたけども、まあ、先ほど話したようにゼップというそのこのライブハウスは日本全国各地にありますんで ね、はい、でね、まあ、ゼップ仙台いろいろ東北にもありますし、はい、まあ、どうですかね、このままいけば小島選手もリング上でまたやりたいとおっしゃってましたけども、はい、なんか意外とこういうリングが近いじゃないですか、ええ、その中でそれを生かしたような試合をみんな組み立ってたんですよね。あ、
最後の第一試合からメインまで、はい、そうですね、まあこのレイシングエイプと全日本プロレスリングのコラボレーション、エイプスタープロレスリング初の試みとなりました。にもさん、はい、ありがとうございます、いろいろと逆に武藤さんの方から感謝の言葉が出るという感じですか。いや、それはそうですよ、助けてもらってますよ。まあ、そもそも今回のコンセプトは、いわゆるマット上では普段の全日本プロレスリングの試合を見せて、はい、いわゆるそれ以外の部分で2号さんが、コーディネートするといいますか、プロデュースする。いや、普段っていうより普段より良かったんじゃないかな、みんな選手ね。やっぱりそういう意気込みっていうか、2号さんのプロデュースによって、はい、全日本プロレスのレスラーも普段とはまた違った何かを出せたかなと、はい、はい、よくなってたんじゃないかなと思います、うん、はい、わ、はい、かりました。まあ、今回のこの初の試みとなったコラボ大成功という形で終わりましたけども、さあこれから第2弾そして第3弾というものが行われるのか、これは2号さんの頭の中に入っていると言ってもいいですねさあ今日この6月9日ゼップ東京で行われましたベイプスタープロレスリング、ベイシングエイプと全日本プロレスの初のコラボレーションの興行大成功という形で終了しました。じゃあ、今日のこのコラボレーション2号さんと武藤さんそれぞれ一言ずつ いただきたいんですけども、まず2号さんの方から。すごく楽しかったので、なんか本当に地方のファンの皆さん、ぜひこの楽しさを伝えたいですね。ぜひこの地方でも体験してほしいと、はい、武藤さんの方は。いや、一応ね、なんか仕事でこう喋んなきゃいけないじゃないですか、なんかもっと自然に見たくなっちゃったですね、はい、次回は喋らないでも、もっと没頭して見たくなったですね。あ、そのぐらいはやっぱり魅力のある紅葉だったということですよね、はい、そうですね、わかりました。さあ話は尽きないですけども、そろそろお時間の方がやってまいりました。今日この6月9日歴史的一日となったかもしれません。これから第2弾第3弾があることを願ってお別れしたいと思います。今日は2号さんそして武藤さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、それでは失礼いたします。ごきげんよう、さようなら。2号さんどうもありがとうございます。どうも、あ、これ聞いてんだもんね。どうもありがとうございました。本当に